なにわ電動の北口です。いつもお世話になっております。まあ、もうご存知の通り、住まい、建物は市営住宅ですかが多いので、まあ、水害とかそんな時にはもう3階以上に上がっていただくというような場所としておりますしておりますので、まあ、悲しいことに若い人が、まあ、出て残ったのが年寄りが多いという地域ですので、なにわ電工の役員は、まあ、男性よりは、まあ、皆さんご存知の通り女性部が一生懸命いろんなことを活動やっていただいております。まあ、今日も、カレーそしてもう時間いつもより早く腕切れるっていうか、なぜそれかっていうと美味しいというあれですので、早くまた27日には要するに300店頭をいつも、まあ、スワンの会場を買って年寄りの65歳以上の年寄りの方を集まっていろいろ集まりしますが、まあ、こういうことなのであれで中止となりましたので、その代わりにその店舗を持って帰っていただくというふうなことになっております。まあ、役員もぼちぼち悪い方、まあ、民生委員長によって先頭に若い方もどんどん活動に協力していただいておりますので、もう若い人に交代していく予定です。なにわ町で、まあ、今までの経験でもここに来て、まあ、よかったとかいう声は、まあ、聞いております。まあ、いろいろ催しも、まあ、7月の21日には、まあ、祭りもありの、まあ、いろんな催しもやっておりますので、特にこういう予選部は先頭に食事会とかそういうことに、まあ、協力して持ってきていただいて、まあ、頑張ってやってございます。よろしく、ありがとうございました。